はい、今年もサンキューティスクソロライブにお越しいただいた皆さん、誠にありがとうございます。お越しいただけなかった皆さんも動画を見ていただいたりしている皆さんも本当にありがとうございます。無事終了しました。早いので、一月ですね。若干最初そのライブロスというか、いつもはねライブロスってそんなにないんですけど、今年はちょっとその登場人物とかストーリーに割と思い入れがあったせいか、だいぶ引きずっておりまして、いろいろ動画も3本ぐらいアップさせていただきましたけども、本当はねもっともっとアップできるんですけど、もうねやってしまうとちょっとどうなっちゃうのかなと思って、この辺で区切りをつけようと思って、今日例のハッピー吉田先生と反省会をして終わりにしようと思います。それでは先生よろしくお願いします。今年もありがとうございます。もう恒例のこの反省会ということで、どうもありがとうございます。本当にすごい、もうこれ3年目の反省会本当に、うん、今年もスタートが遅くて、スタートは大変、ね、大変でしたね、これ。だってゴールデンウィーク明けに、うん、ほぼできてないというか、ね、もうね、去年のがまだできてましたね。そうだよね、北の国から、ね、うん、北の国からと古畑があったから、そうそう、そうしようと思って、ね、今年ノープランで、ね、ですよね。だから5月中は正直やばい感じですよねハッピーさんがそれ言わないけども、これさ、そう思ってくるなと思いながら、もう長年の、ね、お付き合いなので、たぶんで、これはこれまずいぞと。そうだね、そうなんですよ。だって5月中にまず設定ができてないと、うん、そうそうそう、これまあ過去に2回ぐらいありますけどね、この6月の頭に、はい、で結局そういう時ってもうバタバタで終わってしまう。うん、今回でもね、5月の最後にも見えたもんね。そうなんですね、まあ、そこが2週間ぐらい、ね、終わってきたもんね、初めて2週間ぐらいのそりゃそうだったね。そうですね、うん、だからまあ主役も最初そんなに見えてなかったんですけども、ねねね、はい、邪馬台国という架空の国だけ、うん、あったよね、なんとなく、あと日露戦争だなんですが、そう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 、壮大なことをいっぱい勉強してる、勉強してたんですよそれで僕はそんなに詳しくないんですけど、ハッピー先生がすごく詳しくてですね、日露戦争と、ね、坂の上の雲を読破されたんです。8巻も読破された、僕まだ1巻ですけども、はい、あれでも、ね、またまだ1巻ですけど、うん、また読んでみたいと思います、ね、面白いですね。そう、面白いよね。読もうと思うと読めちゃうんですけど、あれどのくらいに読んだんですか。あ、いや、結構苦労する要するに、はい、強い意志がないと強い意志そもそも8巻 で、 そうで結構ほら史実がいっぱい出てくる。そうだね、面白いところもいっぱいあるんだけど、はい、ちょっとね、はい、困るところもまたこの話しか言って繰り返しの僕もまだ1巻の最初の頃は、うん、結構導入だから割と面白いというか、はい、そんなに飽きてないんですけど、あ、でもやっぱ日本人として知っといた方がいいことはいっぱい書いてあるよね。坂の上の雲は日露戦争のお話ですね。明治の そこに行くまでの坂の上の雲を掴むみたいな、あ、縛りを飛ばす、ね、もうちょっと教えちゃったんだけど、まあ、あの時の明治の人たちっていうのは、はい、坂の上の雲を目指して坂道を登っている状況にあるんでね。なるほど。だから、まあ、日露戦争で勝てたっていう、あ、なるほど、ちょっと誤解され、軍国主義とかじゃなくて、その青年がの意思とか日本政府とかがすごいちゃんと頑張ってた地域ではある。だからそれは絶対もしかして今の時代読んだ方がいいんですよ。そうだよね、こういう時代だから。そうだよね、やっぱそのね、混沌としてたその江戸の終わって明治で、うん、その時期ってのは まさにこうちょっとどうなるか分かんないような時代だったんですよね、うん、あとやっぱ世界の中で日本がどう戦っていかなきゃいけないか、ね、政治感覚がすごいある人、はい、ね、みんなね。そうですね、それずっとおっしゃってたんですね。いや、そうだからちょっとまた僕も読みますし、これは絶対皆さんもうおすすめですよね。
そうですね。あ、これ、ね、これでも相当大変だと読むのには。いや本好きな人なら本好きな人でも人によるはいはいはい、ね、あともう一つ、これもハミさんが教えてくれた梶正和さん、はい、あれも結構面白いというか、はい、邪馬台国を知る上で、うん、僕はもう、ね、勝手なイメージで邪馬台国ってこう、ね、はい、考えてやったんですけど、僕日本史とか全然やってなくて、だからハッピーさんが、ね、実はいろんな説があってどこで、そうでこんな本あるよということで教えていただいて、ね、これも面白いんですよ ね、 面白いね。もう今上巻も終わりそうなんですけど、あの物語になってるからね、はいはい、読みやすい。そうですね、そう、そのなんかノンフィクションなんですけど、うん、フィクション風にアレンジしてあるんですね、うん、で結構昔のことって、あ、この言葉によってもそんなのもそういう意図でつけられたかっていうのが、うん、例えば山陰山の影、出雲、出雲を大和が潰そうとして山の影にしちゃったみたいな、そう、あ、そんなんなんだみたいな、そんなのもちょっとね、知ってびっくり。そうなんで、だから漢字とかってちゃんと意味があるからないですよね。だからそんなのもありますし、ちょっとまたその勉強して何かあの、ね、気づいたり習得したらまた動画に活用かなと思いますけど、今回は割とそんなことからも、うん、だからなんか思い入れもありましたし。そうだよね、はい、でもやっぱさすがだなと思ったのは、沖縄返還50周年でね、はい、そこをちゃんとそうですね、テーマに持ってくるところが、これはね、だから、ね、いや触れていいのかどうかわかんないですし、うん、で3月でたまたまちょっとの旅行で沖縄行って、うん、そこをやっぱテレビも何回も見てるんですけど、見てきて、やっぱりって、やっぱでも行ったのは大きかったね。大きいです。実際見てるから説得力が全然違う。そうですね、うん、あの姫路の塔で映像なんかがずっと流れてる、うん、あのホールがあるんですけど、はい、2時間見てました。さすが、ね、全部ですね、おそらく全部さすがだね。もう固まっちゃってますね、うん、だからそれもほら沖縄が、唯一の地上戦ですよね、うん、日本にだけ、そういうとこあるよね。あ、俺もなんかそういったとこ行くとずっといるみたいな。そうですよね、全部見たいというか、全部見たいですよ、うん、本当に。だから何かそんなのもだからね、直接は関係ないけど、うん、なんか役に立ったというか、いや、すごい良かったことですよね。すごい、結局それも最後に、うん、あのマイク・タイソンっていうのが全然主人公とも思ってなかったのが主人公になってきたりとか、そこら辺はすごかったね。だからまあ、全部作ってあった話で、それは全部つながった。そうですね、最後からすごかったね。結局4月頃にちょっとね、作った話とか、ね、そんなのが、まあ、うまくつながってくれたという、ね、そうですね、だから何かちょっと、あのね、またこうやって話していると作りたいというか、のモチベーションが上がってくるってことは、やっぱなんかいいお話だったのかなと、ね、自分の中でも、まだね、いろいろ生きてるんですよ、あの大和猛ってあの主人公とかの出雲大あれなんですよね、大さん、はじめの健さんがいいかなって言ったけど、ね、いや、健さんだと高倉健さんのイメージだってことで、大さん、そういろいろそういう出雲大社で、出雲、そうそう、出雲大社でそういう細かいとこまでもそういう、まあ、セリアだよね。そうですよね。やっぱりそう、黒子のあのウェルコムセリア君ですね。あの新ウルトラマン。そう。あれはね、落ちが決まってない、ね。落ちが決まってどうしてやって落とそう。いや、もう最後まで粘ったよね。そうなんですよね。したらセリアがそう、どんどん張ってきました。張っていけばいいんじゃないですか、ね、これ全部出した方がいいんじゃないですか、ね、あれで、そうそう、あれで落ちるというか。そうだよね。そうなんですよね。そう、結局あれいくらああいうのを出したところで落ちない、当たり前と思わないし、そうですね、そう、外れたらね、意外と晴れたるんで、ね、これ十何本、14の芯だけです。芯だけまだまだあったんですけどね、神様だとかいろいろやろうとすれば、あ、そうですね、だから皆さんの力で、ソロライブといえどもこの3人がいないともう多分絶対できないライブ、今回も、まあ、なんかチームワークで、チームワークでこの、なんとか、あの、ありがとうございます。いやいやいや、できたと思います、本当に。スーパースターがいない。いやいやいや、勝手なまた妄想劇場でしたけどね、まあ
くいろいろ細かくご指導いただきまして本当に、いやすごい完成度の高いいい作品だったね。僕は好きでした、ただちょっとね長いというかセリフ劇が10分の、3つあってもうねあれまで不安しかなくて終わらないだろうという。ただハビさんとかせいやくんは見てくれてて全然なんもないよって。そう時間は長いんだけど体感は長くなかったから全然大丈夫だと思ってた。それならば本当に僕ね本当に書いてる時とか稽古してる時とか長いだろうと思って、でも削るとこもそんなないしなと思って、ね、そこが一番の不安なところ。削れるところは全くなかった僕もちゃんとどっか削れないかなと思って、脚本読んで見てたけどやっぱ削るところはなかったもん。そうですね、それだけよくできてた。ああそう、まあそうですかね。まあでも本当になんとかまたやりたくなりました、そうですね。まただからもうちょっと準備早く始めたらいいんですけどっていうかいつもなかなか5月の中盤になっちゃう、そういうもんなんですよね。でも今回は本当一気にいったからね。そうですね、まあまあこれは運良くと思って、ね、本当にやっぱ早め早めの準備を越してこないと思って。確かにいやそういうことで、今年も本当に満足できました、ありがとうございました。また来年もぜひよろしくお願いします。皆さんもまた来年ぜひ劇場にお越しくださいということで、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。